どうしようです。ジョーカー3前回の続きからやっていきたいと思います。やっていきましょうか。じゃあ、行きまーす。次なんだ次なんだおい。ガマガエル。10件もあるぞ。結構あるやん。ブブブン。ウッドバーグの南東にいるスライムを倒すことである。あ？なやこれ。めっちゃ簡単やんけ。巨大で手強い守りであるが？巨大手強い？手強いとか初めて言われたんやけど。なやこれ。セーブしとく一回ちょっと。これもしかしたら強いパターンの敵？まさか言っても強いでも知れとると思うけどな。今までの流れで言うとな、そんな強いやつ出てこなかったからさ。まあちょっと行ってみようか。まあどうせ勝つでしょうけどね、これ。楽勝でね。バッチバチ割すと思うで、ほんま俺。ほんまに。ちょっとデンデンに倒して。おい、なんかおるわ。おるわ。でかちょっとびっくりした。真顔で座っとったから。座っとんか立っとんかわからんけど、こいつ。もうスライムは座っとんか立っとんかわからんな、ほんまに。真顔でな、おったから普通に。びっくりしたわ、ほんま。おー、視点者貯めていこうぜー。ブーン、ブーン、来た来た来た。1から2が行こうといいですなー、やっぱり。行ってこい。お、121。めっちゃ強かったやん。我。オッケー、こいつレベル上げになるなー。もうこいつで、メタルハンターバール伸びる。メタルハンターどんだけ伸びんねん、これ。やっば。火吹くねー、メタルハンター。いや、メタルハンター火吹いたな、お前。一気にちょ、10日から明日で、メタルハンターが。ありがとう。よっしゃー、しばくか、スライム。どうせお前ザコンやろ。よ。よ、スライム。なんか、おもちゃみたいな顔しとるやん、こいつ。なんかちょっと気持ち悪いんやけど、こいつ。目ちょっと大きくない？どうせ弱いやろ、こんな。来たまえ。ザコ野郎。お、ボスの枠。スライム？バカめが。お前程度が俺に何をするというのだ？まず最初に俺はお前をすね砕きで？何？ね砕きだな、ここは。お前のスピード下げてやろう。そして俺は次、刃砕き。いや、刃砕きで攻撃下げとくべきや、これは。スクルト。そして？ここは砂煙でて、こいつの。いや、ここは眠りブレイクにかけて、こいつを攻撃していこう。軽減。うん。半減じゃな、軽減か。眠る可能性あり。行ってこい！くそ。行け！よっしゃー出たー！え、こいつ強っ！お前強いな！待て待て、お前強いぞ。よし、いける。よし、いける。君強いね。君強いな。ちょっと僕驚いたよ。ただ眠りブレイクに弱いんだな、お前は。見えてるぜ、お前の動きは。しかも結構寝るな、お前。お前寝るな、結構。育ち盛りか？あ、起きた、こいつ。うん。雑魚の分際で起き上がって。何？うん。白い霧とかもう、効果忘れたわ。まあ、どんなんでもいいけどさ。行ってこい！眠れ。行け！こいつ、硬い！硬い！やめて。うわ！バール強いやん！しゃ！回し蹴り？そこで回し蹴り？全体に打弾攻撃回し蹴りやるやん。ちょ、ただ、こいつ強いぞ。ん？いや、全然食らへん。HP 何番ねん、こいつ。おい、待て待て待て、HP 何番ねん、こいつ。ちょっと待て。エースはメタルハンターやろ？こいつな、とりあえずな。マヌーサーか。もうマヌーサーしかねえな、これ。よし。こいつは、ちょっと守備力下げるか、カブト割りで。よし、こいつだな。攻撃あるのみやけど、作ると。攻撃あるのみやな、こいつは。行ってこい。で、こいつはな、こいつも攻撃やわ。行け！眠れ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 ！寝ろ！くらえ！よし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 ！よっしゃ！あ、なんで？待て待て待て！やろ！ああ！バカ野郎！バカ野郎！なんか面白い気してっけんね、お前。おいおい、こいつマヌーサ聞いたけど、ちょっと待て待て。入れ替え入れ替えよ。待て待て。入れ替え入れ替え。ちょっと待って、こいつ勝てるぞ、まだ。チャンスは残される。なんかやばい。お、お前回復持っとれんけ。行ってこい。回復しろ、お前。よしよしよし。もうアタッカーはメタルハンターしかおらへんから、とにかくメタルハンターの HP をとにかく、保つ保つ保つ。んで、こいつアルミラージュが結構役立つから、こいつはもうな、生贄。お、メダパニ？さすがに効かんやろ、メダパニは。さすがにメダパニ効かんな、お前。なんかないんか、ピオラとかも意味ないけどな、ピオーラーって。意味ないからな。何しようかな。もうメタバに駆けに行く。メタバに行け。メタバに行け。
当たった、すごい。よし。回復回復回復。回復回復。で、お前はな、テンションの刺激打ち込むか。テンション上げていくか、お前は。よし、お前はもう攻撃のみや。いけ！薬草！ほら！目覚めに来い！くぅ。よし！でかい！でかいぞ！よっしゃー！でかいでかいでかい。オッケー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 。寝てさらにまぬさかかって。お前もう、目も当てられねえ状態じゃねえかよ。よーし、テンション溜めていこうぜ。テンション溜めていこうぜ。テンションテンション。お前もテンションいくか？テンションいくか？よし、テンション、全員テンション溜めていこう。よし、行こう。よし、寝とるぞ。オッケーオッケーオッケー。眠りブレイク、こうじゃつやね、やっぱ。よしよし、テンション 100% 溜まったで。これいったやろ。でこい、行くぞ。いけい！でら！起きてまた、起きてまた、あ、やばい、スライバー。寝ろ。うおっしゃー会心ナイス！スモールボディの力やで、これが。はい、来たー。勝ったったでー。でもこれ、普通にやったと絶対負けとったよな。いや、俺思った。こいつ、だいぶ強かったぞ。普通に。こいつ多分、マジで普通にやってたら負けとった。俺ちょっとマジで、眠りブレーキ持ちやったから、やっぱアルチューめっちゃ役立ったな、あいつ。ほんまに。アルチューのおかげでほんまに、今俺の命がアルチュー話やな、これほんまな。ちょっとおもろかった、俺。覚えとくよ、悩ましい。アルチューマジでこれ、ほんまにええな。いやー、倒しちゃったー。ビッグスライム倒したで、おもろかったな、こいつ。普通に強かったやんけ、こいつ。いや、マジでこいつ強かったわ、普通に。うん。強キャラ。超強キャラ。お、でんねんねん、もう一回倒そうと。もう経験値集めるのが楽しいってしゃあないんやけど。ちょっと待って、俺。暴れる人よりかわいそうにな。死んでもだな、お前な。ほんまにな。お前なんで死んでもたんや。よし、イノベタから回復してもらおう。よし、ありがとう、ありがとう。あー、経験値もらわなかったな。残念。なんでドングに変わったんや、俺。残念だった、本当に。行ってこい！てい！眠らせるってめっちゃ強いやな、ほんま。ほいほい。いや、マジでほんまに。これ、アルミラージ、ほんまこれも結構序盤強いやろな、こいつ。マジでさ。眠りブレイクって、めっちゃある！眠りブレイク強いな、これ。眠りブレイクと眠り攻撃持ちってマジでさ、もうそれだけでさ、もうちょっと言ったらラリホーを、かましとるみたいなもんやから、このちなみにこのブレイクっていうのはどういうことかっていうと、敵の体勢を2段階下げるんですね、ブレイク持ってたら。だから、例えばこの今、こいつやったら眠りが弱点やけど、こいつやったら激減じゃないですか、眠りが。こいつに対してもしこのアルミラージが攻撃したら、激減から2段階下げるんで、激減の2段階したってことは半減で軽減までいくんで、眠り軽減の状態で眠り攻撃をするってことなんですよね、こいつが。だから、すごい眠り攻撃、決まりやすいんですよ、眠りブレイク持ってた ら, だからこいつはね、だから結構ね、しかもスモールボディで先手必勝で打てるんで、かなりね、こいつ敵の動き封じるにもう重宝しますね。もうさっきのスライムももうだいぶ寝てたんでね、あいつ眠りブレイク強いな。これあいつ勝てなかったってこいつのアルチューアルミラージで取ったら勝てると思いますよ。眠りブレイク持ってるんでね、こいつ単純に強いんでね。でスモールボディは先手必勝取れるんでね、特性をきっちり使っていくとね、やっぱね勝ちやすくなりますね。オッケー。渡れば天国、負ければ地獄。何が出るかな？何が出るかな？何が出るかな？おー！久しぶりに一等賞、パープローブ。結構でかいやん、パープローブって。ありがとう！でもなんか微妙。あ、もう一個できる。特賞欲しいんやけど。特賞くれ、特賞。あ、ダメ！オッケー！あー、もう、ボージョボー、薬草10個いらん。もうなんかパスワードもしょぼく見えたわ。オッケー、やったー。いや、いいね。はい、というわけで、とりあえず今回はね、まさかのビッグボス、スライムの巨大バージョンも、一応初見で、まあまあ危なかったんですけどね。まあ、なんとか眠りブレイクとの、効果も相まってね、勝てました。しかもまあ、あいつ倒したおかげでだいぶ強くなりましたね。メタルハンターがやっぱいいなー。うん。強いですね、かなりね。テンション2回貯めたりするのがでかいですね、こいつ。1回から2回コードなんでね。で、このアルチューの最、やっぱりね、俊足のアルチューの眠りブレイク、眠り攻撃、これがまあまあ役立ったな。
で、地味にこいつもね、マヌーサとね、スネクダキとかメダパニというね、結構妨害系持ってるんでね、これも結構役立つことが分かりましたね。うん。かなりいいパーティーでやれてます。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。